どうも、田将棋です。今日はですね、えー、ビッグバースコーと新庄剛志監督率いる、えー、日本ファイターズのユニフォームについてちょっとね、お話したいんですけど、まあ、基本白ベースの、えー、水色が入ってね、まあ、あのロゴもちょっと変わり、まあ、新しい日本ハムファイターズの、えー、形というかね、えー、新時代の幕開けというか、まあ、新庄監督はまずダメ出ししてましたね、ちょっとオーラが足りないみたいな。まあ、でもその強強くくチームを強くする していくことによってオーラを徐々に徐々に出していくっていうえ考えでまあ素晴らしいと思うんですけれどもまあちょっとねどうなんだろうあれあのユニフォームのデザイン誰が考えたんだろうなまあかっこいいとは言えませんね正直はいまあちょっとねあの言い方悪くするとちょっとねあの汚い表現になっちゃうのでここでは言いませんけれどもまああのねえユニフォームでどこまで日本ハムが強くなるのか でねえー、そしてまあ杉谷け結構ねてか杉谷健史結構やばくないっていうなんかそのバラエティ番組出ちゃダメだとかあのオレンジのリストバンドだったりとかそういうの禁止にしたりとかちょっと新庄監督ビッグボスが目立ちたいがために杉谷健史をちょっと抑えてるのかまあ分かんないですけれどちょっと杉谷健史に対して厳しいのかなっていう正直な僕の意見でございますちょっと心配です 逆にそれでもね、剣士の性格上を、まあ、貫いて、オレンジリストバンドだったりね、あのアピールしていってくれることを僕は願うんですけど、まあ、ビッグボスはそういうの嫌いなんじゃないですかね、ちょっと分かんないですけど、まあ、あとね、日本ハムの,あの新庄監督が言ってたんですけど、コーチのオファーに室伏浩二だったり、えーまあ、藤川球児さんにもオファーしてると、あと、まあ、ホスト界のね、えー、ローランド さんだったりとか、えー、やっぱね考え方違うすね俺ねあの藤川球児さんはもちろん今名前挙げた藤川球児さん室伏ローランドこの3人はね絶対にちょっと臨時コーチでもいいからあの考え方をプロ野球に入れてほしいというか、まあ、藤川球児さんはもともと実力実績のある投手で,ですし、えー、室伏浩二さんは野球ではないですけれども。 ハンマー投げで、えー、世界の頂点に立たれた方で、まあ、考え方だったりトレーニングの仕方だったりそういうのがいろいろ勉強になるんじゃないかと。でローランドについてはそのやっぱ意識の部分ですよね、うん、メンタル的な部分考え方行動、うん、その辺はすっごいね俺一番ローランドが一番いいと思ってます臨時コーチとして。うんあのーまあ、よくねそのローランド語っていうかさ、うん、そういうのありますけれども。 やっぱ考え方一つ、野球選手とプレー、本当に変わるんですよ。コーチ一人、ね、あの1人違うだけで、全然結果も変わってきますし、実力の伸び方も全然違うと思うので、俺はね、マジで、ローランドコーチ、ちょっと日本ハム就任してほしいっていう考えですね、金髪で、ロン毛で、スタイル良くて、帽子かぶって、サングラスかけて、ビッグボスの、まあねあの、ビッグボス風のコーチスタイルというか。 ちょっとローランドは入ってほしかったですね。まあこれからまあ分かんないですけれどもまあ新庄ビッグボスはオファーをしてるということなんで、えー、新時代幕開けということでいろいろ期待してみましょう。まあそうですね日本ハムはよくねその質問とかで2022年は順位何位になるのみたいな質問多いんですけれども、まあ、A クラスいけ A クラスいけ俺ねほんと3位とかね入ってくるんじゃないかと思うんですよ A クラスギリいけるかいけないか。 まあね、そのペナントの難しさっていうのは新庄ビッ,ビッグボスも知ってますでしょうし選手たちも、まあ、ずっと、ね、あの B クラスだったので分かってるでしょうけれどもやっぱその考え方一つで、まあ、選手の実力もね実力差っていうのもありますけれども俺はちょっといいところまで行くんじゃないかと僕は思っておりますはいということでちょっとね日本ハムについて語ってみました、えー、そしてですね毎週恒例のお金配り ええー、明日日曜日ええー、まあこの企画はね前動画前動画言ってますけれども東京ドームのええ観戦チケット S 席がですね1枚8,000ということで、えー、その2人分ということで1万6,000ねあのー、1万6,000チケット2枚分 S 席2枚分をねあの配り毎週日曜日配るっていう企画なんですけれども、まあ、これなぜ始め,始めたかっていうと、まあ、自分がその、まあ、悪いことをして。 まあ球場に試合を、ね、見,れ見,見に行けなくなったでねあのーまあ、すまあほんのねあのー、ビビったなあのー、あれですけどちょっとちょっとでもいいからいい席で、えー、見てほしいなという願いを込めて、えー、この企画を始めておりますで1回目の企画が東京ドーム周辺2回目の、えー、先週がですね新宿周辺 と言ってあの新宿バッティングセンター歌舞伎町の新宿バッティングセンターにえーライブで一番最初に笠原に会えた人にえプレゼントっていう形にしたんですけれどもえ今回はですねえ渋谷にしますえ渋谷のハチ公前なのか丸九前なのかえ渋谷センター街のどこかにいるのか分かりませんけれどもえまあ僕がねあの昼の13時にライブを開始するのでえー 13時にね、自分のチャンネル、えー、ちょっとね、あのお待ちいただくことになるとは思いますけれども、どこにいるのかすぐ分かるので、えー、瞬時に来てもらえれば、えー、可能性は高,高くなるんじゃないかと思っております。えー、明日は渋谷13時、カサラチャンネル、ライブ配信しますので、えー、東京ドーム観戦チケット1万6000円分のありますけれども、えー、明日、えー、より 多あのシングルバッティングセンターにもね2 3 0名集まってくれたんですけれども次回のねお金配りのヒントだったりっていうのをもう話してますはい、えー、渋谷プラスどこどこに現れるよっていうヒントはもう前回、えー、会った人には話しておりますなので一番無理だからもう帰ろうとかじゃなくて来たら絶対いいことあるんでねあの来週また来週のお金配りの ヒントの場所とかね詳しい内容とか聞けるので僕の口から、えー、一緒にね、えー、写真撮っていただける方とかいたらね全然僕あのサインも写真を撮りますんで明日は渋谷のどっかでお会いしましょうはいそれではまた明日の動画で明日13時ですからね皆さん13時ライブ見てください野球しようよバイバイ 本本日も動画を見ていただき本当にありがとうございますこの動画が良かったな見たら楽しいな面白いなって思う人がいましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします皆さんまた是非動画を見てくださいよろしくお願いいたします野球しようよ